吹っ飛んでるなっていうのが第一印象で、で2回見たんですけど、それでなんかこう、あ、こういうことを言っていたんだな、訴えてたんだなっていうのが分かって、なんとなくですけど、なんかこう性の悩みを持って苦しんでるんだなとか、ちょっとムラっときて笑える映画でしたね。どっちだろう、やっぱり女の子だから男の人の気持ち分かんないっていうか、未知なんで、あえて男の人のこの役やったりしてみたいですけどね。やっぱラストシーンかな、あれ衝撃的映像でしたね。生まれたものがそれかっていう、しかも足が生えてるぞっていう、それがもう本当に今まで散々ちょっとムラムラさせといて、なんかこう、あ、なんか悩んでて、こういろんな気持ちがこう渦巻いてるんだなってこう考えさせられてたのに、最後の最後で笑かしてもらったっていう。平気です。平気ですか。はい、結構自分今までそういうスプラッターものとか出演しているので、だから結構見慣れちゃった。なんだろう、なんかこう一人でこう興奮している状態が長く続いてる、この男の人にこう挿入して、挿入されて、もう行っちゃうのが止まらない人とか、あの人とかすごいなと思って、疲れるよなと思って、行き過ぎておかしくなっちゃってるのが、なんか私できるかなみたいな。あれは難しい。はい、見どころか、ツッコミどころもいっぱいあるからな。どこかな。でも最後のオチは本当に最後まで見ないとわからないから、途中退場は絶対にしない方がいいですね。でしょう、ムラムラっとくる場面も結構ね、お色気シーンもあるので、ちょっとカップルで見たらその場は盛り上がるっていう、ですね、いろんな人に見てもらいたいですね。怖いシーン、主人公の女の人が、男の人のこう性エッチしてる時に写真を撮るんですけど、その写真何枚かプリントアウトしてるものがあって、その顔が怖いですね。いや、あの子が何をしでかすっていうのは気になりますね。確かにそうですね。はい。